はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便の椎根翔です。今こちらの動画でですね、私の自己紹介というテーマで皆様にシリーズでお送りしております。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、蒲田東館の話をしております。料理長仕事しなくて大変だったという話をしてるんですけども、いやー結構部下からですね、もう苦情バリバリ来るんですよね。で、料理長仕事しないし、そのくせ怒ってばっかりいるから、もう辞めたいとか、もう結構そういうことがいっぱいありました。で、もう結構フォローしまくったんですけども、結局まあ辞めていく人が何人か出た。で、その辞めると今度は、料理長はですね、本部には僕のせいにするわけです。補佐がどうだからって、もう僕のせいにするんですよね。いやーなんかもうちょっと人間的に信じられないです。でも、それってよくよく考えてみると、料理長の部下である私は、私が例えばダメだった時は、これは料理長の責任だと思うんですね。料理長が指導しなきゃいけないから。で、それを料理長自ら、私がダメだなって言いふらしたら、いや、俺は管理能力がないんだよ。指導能力がないんだよって言いふらしてるのと一緒になっちゃうと、私は思うんですね。なので、やっぱし根本的に頭の悪い方だと思いました。非常にだからそういったところで、保守的なことはもうしょうがないと思うんですけども、先のことを考えないと、結局自分で自分の足を引っ張っちゃってるんですよね。なんでそういう管理者にはなりたくないというお話でした。またこの続きは次回です。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。